はようございます。リコー TV です。本日はこちら HP バグ 1.5 っていうことで、釣り具屋さんでお一人様一つ限りっていうことでね、売ってるのを見つけたので、いやーこれなーなんだ、動画とかいろいろ雑誌とかで見て気になってたんだよなと思いまして、このですね、沈む虫っていうことでいいんだと思うんですけども、 OSP の沈む虫への回答っていう感じじゃないかな、 HP バグ 1.5 を買ってきてみましたよ。で、価格はグリッパン、スラッシュチャートっていうことで、OSP でね結構好きな色なんですけど、後ろ濃いめ、こっちチャート、この色売ってたんで買ってきてみました。価格は780円っていうことで、780円で8本入りですね。で 1.5 インチだよっていうことと、まあちょっとね小さいながら、OSP ならではのギミック満載なんじゃないかなっていうことで、早速ね開けていきたいと思います。こんな感じのブリスターパッケージでね、型崩れしないように。おで、横開きですね。はいはい、縦でした間違った、縦でした。はい、こんな感じのケースに入っていて、1本出してみます。はい、こんな感じ。はー、思ったよりね、張りのある硬い感じ、張りがかりしづらいとかそういった意味ではなくて、こうプリンとしたね感じ、この感じね。で、手がいっぱいついてますっていうところと、あ、フッキングを良くするためにスリットがお腹側に入ってますね。なんだろう、一見するとそうですね、最近流行りの虫系、そして沈む系という感じの気になる様子。あんまりガチャガチャしてもいけないですからね、結局こういうやっぱりシンプルな感じになってくるのかなって思います。沈む虫の元祖で考えると、多分こう4インチグラブね、ゲイリー山本のあれのこうお尻のテールを切り取ったものにラバーを刺して行う、ラバーチューンみたいな感じ、それをこう、ちょっと沈むスピードとか、あとシルエットをぼやかせるとか、そういう感じでやっていたっていうのが一番なんか最初のイメージであって、でその後ミハラムシとかね、ああいう感じのあれもね、最初は浮く虫なのかなと思ったら、いや沈めて使うんですよということで、あれも小さなボディにですね、こう数多くの手が刺されていてっていう感じで、で最近で言うと、今年で言うと SVSB とかディスタイルのものとかですね、その他いろんなメーカーからいろんな沈む虫ね、ブーンチンエンジンのとかね出てきてますので、沈む虫やっぱり戦国時代ですよね。各メーカーちょっと乗り遅れちゃなんねってことで、それぞれのメーカーのアイデアをね凝縮していろいろ作ってきているのかなっていうところで、でこの大きさにしてね、ほんと手にずしっとくるちょっと重さがありますね。小粒なんだけど投げやすそうだな。ただベイトとかベイトフィネスでもちょっとどうかな。スピニングで丁寧にねピンポイントで打っていく使い方がいいのかななんていうふうに思います。で、ここのね後ろのところ注目するとね、これね後ろはこう足じゃなくてこうフィンみたいになってるんですよね。こうちっちゃなフィンみたいな、これもなんかちょっと意味あるのかなっていうことで、釣れそうだな。で、使い方が何種類か書いてあって、ノーシンカーオフセットフック3番から2番使ってねの沈めて使う基本セッティングっていうことで、基本中の基本、基本はやっぱ沈めて使う虫なんですね。で、枝などに吊るして水面を叩き波紋でバスを寄せる場合は、ノーシンカーでもこうはやぶさの NSS フックの1番、ここに書いてあるんですけど、マス針をね後ろ気味にこう針を配置して後ろからカプーって食いついたのもしっかり針がかりさせるよみたいな、そういう場合は NSS フックを使うといいよっていうふうに書いてあります。そしてノーシンカーの後、マス針にも対応してますよってことですね。ショートバイト対策オアフォールスピードを抑えたい時はマス針でちょんがけで使ってくださいねと
こういう風に書いてあります。でちょっと面白いのがライトキャロライナリグの具としてもいいよということで、水中を漂わせるセッティング、スイミングでアーム&レッグがビリビリ震えますということで、ライトキャロなんかにもいいね。まあ、ちょっとね、あの変則技でヘビキャローなんだけどこれが実はついていてみたいな使い方も面白いんじゃないかな。これから秋のシーズンになってこうピンって重い重りでピンカッふわふわふわピンカッふわ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 パコってね、そんな使い方なんかも亀山ダムだったら効くんじゃないかなって。まずはまだまだね、暑い季節ですから沈む虫ね、有利な、状況は続いてると思いますので、各ね暴走リザーバーなんかに行って沈む虫ね、三重バスとかにちゃん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 水面でね、こう寄せて寄せて寄せてふっとこう入れてね、それで口を使わせる、こんな使い方で行ってみたいななんていうふうに思います。ちょっとで重さの方もね見ていきたいと思います。はい、じゃあね OSP の新しく出た沈む虫 HP バグ 1.5 何グラムでしょうか。お、この大きさ、この 1.5 インチの小型サイズながらなんと 2.1 グラムの重さがねあるよっていうことですね。はー、これはやっぱ手に持ってねちょっとずっしりくるなっていう感じはあったんですよね。これにまあねオフセットの針とかを乗っけたら、まあ多分、自分セオライズのやつね、いろんな番手買ったんで、あれのなんだろう、ライトのものの小さいものを使おうかなと思うんですけども、それでもこれもしかしたら 3g ぐらいの重さ確保できるかもしれませんね。で 3g ぐらいあれば、まあ例えば P ラインセッティング 0.85 とかの8本寄りのもので結構飛んじゃうんじゃないかなってのが予想できます。はい、というわけでね 2.1g ありましたよ。まあどうでしょうか、沈む虫なんでね、まあ、このまんまソモラバのトレーラーにしてなんか丸まっちい塊みたいなのを演出するのも良さそうだし、いろいろね試してみてるんですけども、まあ皆様沈む虫どうですか、やってますか、どんなシチュエーションだと効くよなんていうのあったらね、ぜひコメント欄とかで教えていただければと思うんですけども、まあまあね、とりあえずまだまだハイシーズン夏の時期のねバス釣り現場に通おうと思っておりますので、まあこんな使い方が良かったよとか、この針や具合良かったよなんていうのがですね、見つかったらですねどんどんご紹介していければと思います。小さくそんなとこは、まあ、メイドインジャパンだよというところと、味と匂いでさらなる生命感、天然就業成分混入素材採用ってことで、あんまり嗅いで何っていうのはね感じないんですが、ただまあ噛むとね、本当の OSP のワームもね、魚がバイトしてからなかなか離さないっていう特性がある素材だなってのは感じているので、例えばドライブ SS ギルですね、あのギルワームも魚が加えてからちゃんと横に走ってくれるっていうか、糸がふわーってね走る、あれがねそうじゃないねワームだとね結構コンって感じですぐねパッてね吐き出しちゃったりしがちなんですけども、 OSP の素材もなんとなく自分のイメージだとなかなか食いついたらしばらく当たりを合わせるまでのですね時間をいただけてるような気がするので、こいつもねどういう感じで食いついてくれるのか、また口の中にどれぐらいの時間にいてくれるのかね、楽しみなワームでございます。というわけで、本日の釣り講 TV は OSP からの沈む虫への回答、 HP バグ 1.5 インチ、これをね釣り具屋さんで一泊買ってきたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。